か。一番最初が OBS、二番目が、じゃじゃん、OAB ね。で、次が TOS。で、四番目がこの NHK。ことみちゃんは、どっちが一番良かった？何が一番良かった？私は、実は前回、その水曜の授業で、取材に来てくれたんだよね。いろんなメディアの方々が。テレビが4社。で、また新聞社が6社。そうそう、お越しになってて。一応、当日のニュース番組を全部録画したの。どこに出るのかもわかんないし、時間もわかんないから、一応録画したんだけど、まあ、運よくすべてこう録画できて、今、別府でさ、テレビ持ってる？テレビは一応実家から持ってきました。ええー、そうなんだ。テレビ持ってきてるんだ。はい。だって、いつも授業でね、アンケート取ったりするんだよね。で、テレビ持ってる人って言うと、だいたい3割 ?2 割とか3割しか、最近の人ってあんまりテレビ持ってないの。いや、なんか、私基本テレビ、ニュース時々見るんですけど、うん、ほとんどが、ネットフリックスとか YouTube とかで見てる。ああ、なるほど。あ、テレビで見てる？はい。大分には、実は放送局が3社あるの知ってる？分かんなかって、今回初めて知りました。おー、なるほど。そうなの。3社あるの。3社あって、TOS っていうところと、OAB っていうところと、OBS っていうところがあるの。で、この3社があるんだけど、正直、テレビ見てない若者って、ね、3社があるっていうことも知らないし、うん、OBS とか OAB とか TOS とかそんな覚えられるわけでも、ね、ないしさ、で、特徴も何もわかんないじゃん。だから今回、ビデオ、ニュース番組を一緒に見ながら、なんかこう、3社の特徴、うん、みたいなこと いろいろちょっと喋れたらいいかなと思って。なるほど。まあ、それを見ながら、まあ、とりあえず、まずは一回見ましょう。全部ね、この、NHK まで入れて、4社のニュースがあるけど、こう見ながらいろいろツッコミを入れるっていうことだけ終わりにしたいなと思ってます。はい。はい、じゃあ動画シェアしましょう。別府市にある立命館アジア太平洋大学で、今日新型コロナ対策として行われているオンライン授業が公開されました。別府市の APU では、本来留学生を含む多くの学生で賑わうはずのキャンパスに今人の姿はありません。新型コロナの感染防止対策として大学の校内へ学生の立ち入りが原則禁止されているためです。 APU ではこのように講師の部屋で直接オンライン授業をしています。全学生のおよそ3割が留学生の APU では、海外にいる学生にも講義が受けられるよう、インターネットを利用した会議システムを導入し、今月7日から全学部でオンライン授業を実施しています。また、オンライン授業を受ける体制が取れるよう、全学生、院生を対象に一律3万円を給付し、パソコンや Wi-Fi 機器の無償貸し出しを実施しています。の流れはこういうふうになるね。だからこそ、市場を細分化して、ね、ターゲティングをしなければならないの。オンライン授業の方が、話しやすいかなって思ってて、人目を気にせずに自分の意見や質問をすることができるので、それは良いことだなって思います。オンラインだと早くその時間通りに出席してくれて、もっと積極的に参加してくれたり、そういうところをすごくいいかなと思います。APU では8月初めまでこのオンライン授業を実施し、10月からの秋学期以降については大学での授業再開を検討しています。ちょっとこう話しかけやすいよねって思う。別府市にある APU 立命館アジア太平洋大学では今月からオンラインを始めています。2週間が経った現状を取材しました。APU では今月7日から全ての授業をオンラインで開講しています。
在校生はおよそ5700人、その半数が留学生ということもあり、自分の国から出席する学生もいるということです。オンライン上だと質問しても答えない生徒とか、グループワークに参加しない生徒も増えてくるので、そこを改善したらいいかなって思います。一方、経営学を教えている伊国准教授は、授業の内容が映像で記録できることや、周りの反応を気にする学生が発言をしやすいことなど、オンライン授業の今後に可能性を感じているといいます。コロナの状況が収束できるのであれば、これを両方とも融合して、まあ、オフライン授業をやりながらもオンライン授業で感じてきたメリットを活かして、まあ、ハイブリッドな授業ができていければいいかなと思っています。はい、APU は今後のオンライン授業について、学生がさらに授業に参加できる仕組み作りを整えていくとしています。別府市の APU 立命館アジア太平洋大学が、新型ウイルスの感染防止対策として行っているインターネットを使ったオンライン授業を公開しました。国際経営学部のマーケティングの授業には、中国やマレーシアなど7つの国と地域の学生およそ230人が自宅から参加しました。画面越しに一方的に話をしても学生の集中力が保ちづらいことから、講師が頻繁に質問をするなど工夫する姿が見られました。気合を入れましょうっていう、対面になってちゃんと受け答えしてくれる授業なので、とてもなんか受けやすいし、内容も興味がある内容なので良かったと思います。 APU は今月7日から全ての授業をオンラインで再開させていますが、夏休み前の8月5日まではこうした形で授業を続ける方針です。新型コロナウイルスの影響で、先月から通常の授業をやめ、留学生など5000人を超える学生を対象にオンラインを使った授業に切り替えている APU 立命館アジア太平洋大学では、今日授業の様子を公開しました。大勢の留学生などが学ぶ別府市の APU 立命館アジア太平洋大学では、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、新年度からすべての授業で教室に集まって行うのをやめ、学生たちが自宅や下宿先でオンラインを使って授業を受けています。で、2番目、これから話していく内容、お店の中でリサーチができますっていうことなんです。今日はそうした授業の様子が公開され、観光戦略について学ぶ講義では、学内の講師とおよそ230人の学生をオンラインで結んで行われ、講師は画面に映し出される学生たちの顔を見ながら、時には意見を求めたり質問をしたりする場面も見られました。ニーズを理解するリサーチをやっていくわけなの。これ答えられる人手を挙げて。はい、琴美ちゃん。コントロールエバリエーション。はい、素晴らしい。間にね、新型コロナウイルスの影響で APU では日本に入国できずにいる学生が全体のおよそ3割に上っているということですが、オンラインを使った授業はそうした学生たちも参加することができるため、大学ではこうした授業を8月まで続けていくことにしています。このようなコロナウイルスが発生して、キャンパスに集まれないっていう状況下になったとしても、ちゃんと授業を受けれるということが一番いいかなって思います。学生それぞれやっぱり国によっては通信のインフラが整ってないというようなこともありますので、いろんな工夫をしてできる限り学生の声を聞きながら議論をしていくということになるかなと思います。あ、よかった、見れた見れた、 ありがとうね。ね、もう4つも、だって1つの検証に対する4つの違うニュースを見れるっていうのも、なんか面白い体験だからいいなと。そうそう、なんか感じたことある？あと、なんかテレビ局によってやっぱり流し方全然違うなって思います。おお、なるほど、流し方が違うのよ。これからね、ちょっとそれを突っ込んでいきたいなっていうのと、でその中からちょっと琴美ちゃんにね、やっぱ一番私的には一番良かったですみたいなところを選んでほしいの。
じゃあ、動画を一緒に見ながらね、いろいろ突っ込んでいきましょう。僕もちょっと突っ込みたいところがいくつかあるんで。OBS からじゃあ行きましょう。はい。感心したとこ。はじめになんか APU の状況をちゃんと言えてたな。うんうんうん、今の状況を。あ、そうそう。僕、それいいと思ったの。うん、最初、こう、キャンパスを映すでしょ、うんうんうん、でそこから誰もいない、キャンパスをこう、見せてくれてて、うん、なんか今こんな寂しい状況ですけど、その中でオンライン授業を頑張ろうとしてますよっていう風な流れになったので、まあ、流れめっちゃいいかもと思ったの。うんうん、で最初の導入のところからね。これがおかしくない？え ?3 割が留学生ってどこの情報？ね、うち3割しかないの、留学生。確かに。あれ 5割でしょと思って。確かに。あれ、うち APU の一番いいところをなんか潰してんじゃんと思って。俺の知らないうちになんか留学生の数減ったのかなと思ったの。これ、なんか私、この3割が留学生って、そのホスピタリティマーケティング取ってる人のことかなと思ってたんですけど。あー、この授業をね。いや、でも、3割も言ってない。うち、今3割ないよ。多分2割とか1割に近い、どっちかっていうと、1.5 割ぐらい。じゃあ、どこ情報って感じですよね。うん、そうだね。うん、で、しかも、たとえ授業の3割が留学生だとしても、まあ、このテロップだとさ、字幕だと、APU3 割が留学生みたいな感じになってるからさ、ね、ちょっとこれはちょっと不服ね、うんうんうん、もんだね、これは。ね、確かに。じゃあ行きましょう。ニュースをもうちょっと見て突っ込みましょう。はい。また、オンライン授業を受ける体制が取れるよう。このさ、ここ、僕はカメラここに置いてあるんだよね。カメラここに置いてあるんだけど、カメラさっきすごいドアップして見せてくれてて、カメラのブランドとか出てたの。うん、だから、あ、これ完全に PPL じゃんと思って。なんかそんな、広告していいのと思ったんだけど、なんかやってくれたんだよね。まあ、下にね、モニターのサムソンとか書いてあるから、すごい、なんかこう、あ、なんかこれ宣伝になっちゃうなって思って面白かった、これも。オンライン授業の方が、話しやすいかなって思ってて、人目を気にせずに、自分の意見や質問をすることが。ここさ、学生って書いてあるじゃん。はい。俺別に学生間違えてないんだけどさ、ちょっと寂しいなと思ったんだよね。名前聞けばいいのにと思ってさ。ね、普通ニュース見ると名前と年齢とか出て、ね、来ない？うん、出てきます。まあもちろん、いちいち聞くのもめんどくさいかもしれないけどさ、うん、学生って書いてあるの、ちょっと寂しいなと思った。できるので、それは良いことだなって思います。で、しかもさ、間違えてるし。見える今。え、どこですか？だって、琴美ちゃんの顔に俺の名前なんだもん。そういうことか。でしょ。え、ちょっと字幕、テロップ出すの早いよと思って。びっくりした、これ。まあまあ、ライブ、まあニュースもライブだからさ、なんかこう、テロップ入れるタイミングとかちょっと間違えたかもしれないけど、これ見てびっくりしちゃった。これから OAB ね。はい。OAB になります。別府市にある APU 立命館アジア太平洋大学では今月からオンラインを始めています。うちら正確には開始からもう3週間だけどね。うん、うん、ここ2週間って書いてあるから、うん、いや3週間だけどなと思ったんだけどね。2週間が経った現状を取材しました。在校生はおよそ5700人、その半数が留学生ということもあり、ほらさっき3割って言ったのにここ半数なの。だから数違うじゃん。数違う。自分の国から出席する学生もいるということです。オンライン上だと質問しても答えない生徒とかグループ。ほら、ことみちゃんって振り仮名もついてるよ、ことみ。すごい、そう、嬉しい。そう、だから俺もことみって入れたら、なんか違う、美しいのみが出るから、はい、わざわざあれを心に変えて変換して入れたりしてね。嬉しいです。でも本名ちゃんと出てるし、読み方も出てるからすげえなと思って。うんうんうん。3番目 TOS です。TOS は今年50年目らしいの。はい、すごい。長いよね、歴史。うん、ね、ビヨンドっていう今スローガンで頑張ってるの。国際経営学部のマーケティングの授業には、
中国やマレーシアなど7つの国と地域の学生およそ230人が自宅から参加しました。これは僕喋ってないんだよね。7つの国と地域の学生とか、あの約230人とか喋ってなかったの。だからあの多分あの大学の方に取材したらしいの。あの職員の方にあの何名ですかとか、あの何カ国から来ましたみたいなことを聞いてたらしいの。そうなんや。なんか取材力いいと思ったここは。僕喋ってないからこの内容は。あと個人的に、バックに曲がついてんのが。ああ、そうそうそう。バックにね、曲入れるんだよね。最近俺 YouTube の作業しながら一番大変なのがバックグラウンドミュージック。あれ入れるのがもうほんと大変で、面倒で、プラスあれ才能がいるなと思った、やっぱり。これがすごい嬉しかった。なんか僕あの学生にいつも笑ってねって言っても、たまに僕もなんかこう顔が固まったりするんで、なんかあの、そこはちょっと映して、ってもらいたくなかったんだけど、こんな感じにね、笑ってるところを映してくれてよかった。覚醒は、また覚醒 A になりました。覚醒 A。覚醒は。そう、覚醒は。じゃあこれから NHK ね、最後、NHK です。お店の中でリサーチができますっていう。ねえ、これが俺嫌だったの。顔が固まってるの。喋ってるのが。NHK! ちょっと笑ってるところ映してよと思ったの。今日は、こうした旅行の様子が公開され、観光戦略について学ぶ講義では、学内の講師とおよそ230人の学生をオンラインで結んで行われ、講師は画面に映し出される学生たちの顔を見ながら、時には意見を求めたり、質問をしたりする。ほら、全然笑ってないじゃん、顔。場面も見られました。残念、これ。紹介するリサーチをやっていく。コントロールエバリエーション、はい、これ覚えてる？コントロールエバリエーションって喋ってるとこ覚えてます。あのインプリメンテーションの、発音を間違えてたじゃん。そうなんです。まずだからどうやって読むんやったっけと思って。そうで、そこをうまくカットしてくれたの、編集してくれた人が。優しいと思ってる。だって、あの、コントロール、エバリュエーションはちゃんと発音できたのに、インプリメンテーションしか発音ができなかったじゃん。で、そこをうまくカットしてくれたから、ああ、なんか編集した人すごい優しいと思ったんだよね。でも、その後めっちゃテンパってました。うわ、最悪と思って。いやいやいや、大丈夫だよ、大丈夫だよ。そんな、ね、間違えるの仕方ないし。学生それぞれやっぱり国によってはあの通信のインフラが整ってないというようなこともありますので、いろんな工夫をしてあのできる限り学生の声を聞きながらあの議論をしていくということになるかなと。あの4つのニュース番組で唯一この大西課長補佐が喋ってくれたニュースだった、うん、あのちょっとこう先生と学生の意見だけじゃなくて、まあ、いろんな人々のこう意見を、うん、でも実はこの NHK には僕のインタビューは流れてないの。そうじゃん、さっき、はい。今の NHK のやつは、俺が喋ってるところ映ってるけど、俺のインタビューは流れてなかったんだよね。まあ、それはどうでもいいんだけど、あの、まあ、あの、大学の、あの、課長補佐の代表の、こう、話をしてくれたから、ああ、それはそれで、また大学の姿勢などを述べてくれたから嬉しいかなと思いました。はい。じゃあ、これで4つの動画をすべて2回ずつ、あの、見終えました。1回は全部ね、流してみてて、で、2回目はちょっといろいろ比較をしながら見たんだけど、1番、2番、3番、4番、多分あの、放送局の名前は覚えてないと思うから、1番目、2番目、3番目、4番目の、内容から、私は何番目のやつが一番良かったっていうのを教えてください。ちょっと名前もう一回見せましょうか。一番最初が OBS ね。OBS。うん、で、2番目が、じゃじゃん、OAB ね。OAB。で、次が TOS。で、4番目がこの NHK です。はい。じゃあ、ことみちゃんは、どっちが一番良かった？何が一番良かった？私は、TOS、3番目の。え、3番目？はい。なるほど。3番目が良かった。なるほど。3番目が良かった。うん。なんで3番目が良かったの？私、なんか、いろんな動画とか見てるんですけど、やっぱり曲があった方が、おすごい、なんかラフに見れる。なんか今の若者だと確かそうかもしれない。うん、
なんか動画だけが流れるんじゃなくて、ちゃんと背景に音楽も流した方が、こう YouTube 見てる感覚になって、ちょっと見てみたいっていう、ちょっとポップな感じするよね。はい。他の2曲は、他の2曲は確か音楽流れてなかったんだよね。流れてないです。指示されているためです。これも流れてないし、言ってみます。こっちも流れてない。APU では、自宅から参加しました。ここはちゃんと音楽。画面越しに一方的に話し、なるほど。そういうのをよく気づくね。うん。気づくし、敏感だね。そういうのに。ちゃんと、うん、あ、こうだっていうのが。へー、すごい。しかもなんか、これって暗いニュースじゃないから。うん。なんか別に曲つけてもいい。そうだよね。なるほど。僕はあんまり、音楽のせいだと思ってなかったんだけど、この3曲のニュース番組よく見るんだけど、やっぱり他の2曲はちょっと硬いイメージあるの。うん。ちょっと TOS の方は同じニュースでもポップなイメージがあるんだよね。うん。で、そこちゃんと音楽とか流してくれるから、そうかなーっていう感じではあった。なるほど、なるほど。うん。で、先輩からは OAB、OAB、2つ目、OAB が一番良かった。んですかねって、情報が一番正しかったような気がします。なるほど、正しかった、うん、今回ね、一番良かったのは僕はどっちかというと OAB だった。OAB と TOS で迷いました、うん、ああそうなの、うん、僕 OAB が一番良かったのは、琴美ちゃんの名前を出してくれたこと。そうだと質問して、僕はそれがすごい良かったの。 ある意味誠意があるなと思ったの。なんかこうアンケートにちゃんと答えてくれた人に対する礼儀、やっぱこう名前を別にいいんじゃないですかって言われたら仕方ないんだけど、僕はそう思わないんだよね。ちゃんと丁寧にインタビューに応じてくれた人の名前くらいはちゃんとね取って、こんな感じでひらがなで名前も載せてくれたから、あ、なんかすごく丁寧ないい会社なんだなと思ったの。でも全体的な僕デザインはねあんまり好きじゃなかった。ちょっとこうのこう、字幕の色とかがさ、ちょっとこう、古い。ちょっとこう、色使いをちょっとダサい。色は、僕どっちかというと、OBS の方が好きだった。OBS の方が好き。ちょっと明るいんだよね。こう、明るくて、こんな感じで。うん、で、しかも僕、実はこの、インタビュー撮ってる人が、隣でこんなこと言ってるのって気づかなかったの、全く。APU ではこんなふうに講師の部屋で直接オンライン授業をしています。リポーターの人がさ、講師が直接やってますみたいな、こういうことをやってるって俺全然気がつかなくて、お、なんかすごいことやってるなって後で見て気づいたし、 OBS は、まあ、さっき琴美ちゃんも言ったけど、最初APU の現状などをこう見せてくれて、すごく寂しい中で、まあ、こんな感じで授業頑張ってますっていう流れが僕すごいいいなと思ったの。でも、残念ながら、ちょっとね、情報が間違えてるんだよね。3割の留学生とかさ。しかも、急に、琴美ちゃんを大学教授にしちゃったんだよね、さっきの。そうだな。ほら、ほら、ほら。琴美ちゃん、急に准教授になっちゃったよ。すごくない？本当や。そう。うん。まあ、でも、まあ、小さな間違いなんだけど、ニュースっていうのは、やっぱり正確な情報を伝えるっていう意味では、流れでは僕 OBS すごい良かったなと思ってたんだけど、まあ、ちょこちょことしたミスがちょっと残念だなと思って、まあ、正確な情報を伝える、かつ、まあ、誠意っていう意味では、すごく、OAB の方が頑張ってくれたなっていう感触だったの。で、TOS はやっぱりちょっとこうポップな感じで、最近やっぱりテレビって若者離れしてるじゃん。若者がテレビ離れしてるじゃん。だからこう、テレビ離れする若者にどうしてもやっぱり受け入れてもらいたいっていうのもこうテレビ局の気持ちなので、そこをちゃんとやってくれるのは TOS、 あ、いけるかもと思ったの。だからそういうところちょっとね、もうちょっと強調して頑張っていけば、まあ TOS まだまだこれからも若い人々が見てくれるようなテレビになってくれるんじゃないかなと思いましたね。僕 NHK の場合は一番最後爆笑したの、これ見ながら。なんか、いかにも、このアナウンサーの方、NHK っぽくない？めっちゃ NHK っぽい。そう。もう今までのポップな感覚も全部吹っ飛んじゃって、あ、NHK みたいな感じだったの。これもちょっと面白かった。こう色の使い方とかもさ、ちょっとやっぱ硬いんだよね、NHK って。うん、
なんか、ああ、なんか編集の仕方も放送局の色っていうのが出るから面白いなと思いました。という感じでしたね。で、なんか暗いし、全体的に。なんか講師、嘘を笑ってない講師見せるしさ。っていうところは、ああ、なんか NHK っぽいなと思いましたね。で、こんな感じで、はい、4社の比較が終わりました。はい、じゃあこれで、今日はこの4社のね、すごく嬉しいことに、APU から実は取材の要請を出したらしいの。皆さん、オンライン授業を今2週間ぐらいやってるんですけど、皆さんいかがですか？ちょっと取材に、お越しいただけますか？って連絡をしたら、もうみんな喜んで来てくれたらしいんだよね。で、やっぱりこう、地域の中でも APU という大学に注目してくれてるっていうのは、すごく嬉しいことで、まあ、せっかく、まあ、4社で同じ内容を流してくれたので、なかなかないことなんだよね。1社とか2社とかで流すことはあるんだけど、ね、大分に流れている、4つの、こう、ね、番組で流してくれたっていうのはすごく嬉しくて、まあ、せっかくなので、こう、4社の、こう、特徴などを、まあ、実際、出演した、ことみちゃんと一緒に、ちょっと突っ込んでみたいなと思いました。今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、ことみちゃん、ありがとうね。こちらこそありがとうございます。はい、ありがとうね。さよなら。はい、さよなら。